おい知ってっか、ピンクの悪魔の噂。砂漠フィールドに出没する待ち伏せ PK だろ、ケンジがやられたってよ。マジか、すっげえ保護色で3メートルまで近づいてもわかんねえらしいぜ。しかも小さい上にすばしっこい。ありゃ相当アジリティ上げてるな。ピンク野郎の獲物はチェコのサブマシンガン VZ61 2丁。銃まで小さいのか、徹底してんな。で、全身ピンクの保護色で相手に近づいていきなり相手の顔を見る間もなくやられるってよ。噂以上に小さいのね。はじめまして、ピンクの悪魔ちゃん。保護色作戦が思いのほかうまくいって味しめちゃった。わかるわかる、 PK 楽しいもんね。ゲームだもの、 GGO だもの。楽しんで何が悪いって。何も悪くない。でも気をつけた方がいいわよ。撃たないんですか。撃たないわよ。噂のピンクの悪魔がどんなやつかと思って見に来ただけだもの。まさかこんな小さな女の子だとは思ってなかったけど。ねえ、よかったら町に戻ってお茶しない？お姉さんがおごるから。数少ない女性プレイヤー同士仲良くしようよ。それが私とピトフーイ、ピトさんとの出会いで。